はい、三連休。世の中は三連休ですね。私は二連休いただきました。で、今日は一日中読書をしてましたが、えー、動画を撮ります。私があの、あの、私のこと知らない方のために、まあ、ちょろっと説明すると、25年間、まあ、治療、治療って言いますかね、まあ、施術、マッサージ、針球、まあ、生骨、 をずっっとやってきました、まあ、薬の、まあ、知識なんかもね多少あるんで、まあ、そういうところのアドバイスなんかも含めてねで最近はあの訪問マッサージやって地域医療の方をやってますで患者さんと向き合う時にいろいろ考えてることをちょっとお話したいと思うんですが 病気とか怪我とかっていうのは回復過程のねステージがあるんですね。どういう経過をたどって、まあ、治るか、まあ、治らないものもあるんですがそういうものを、まあ、いろんなね経験とか知識で今患者さんはどの段階にいるのかっていうのを教えてあげます。 それが仕事というか、そこでお金をいただいてると私は思ってます。どういうことかちょっと説明します。はい。えっ、ー、とですね。まあ、例えばですけどね。ちょっと三脚の足が映ってしまいますが。 これでいきます、えー、私の得意なっていうわけじゃないですけど普段からやってる五十肩ですねまあこの縦軸に痛みこれちょっと見えづらいですかねこっち時間と時間軸とします経過ですねで最初五十肩っていうのは 炎症期と言われる痛み。まあ、痛みですね。で、痛みっていうのは、ヒスタミンっていう炎症物質が、まあそこにあると痛いって感じるんですけど、五十肩はまさに最初こう炎症期というのがあります。寝てても痛い。 じっとしてても痛いっていうね。自発痛ですね。夜間痛と言われる時期ですね。で、こう痛み出してきて、まあ、こうピークを過ぎたあたりから、今度はその、拘縮と言って硬くなる時期が、拘、まあ、縮、拘縮とか、まあ、硬くなりますね。うん。 痛みは下がるってまあ炎症は下がっていくんですけど今度固まって動かなくなる。で五十肩って聞くと手が上がらなくなるあ腕が上がらなくなるっていうイメージを皆さんお持ちだと思うんですがこれはこの拘縮器ですねここの部分でその腕が上がらないというか固まるっていうね 最初はだから上がるんですよ。最初は上がるんですけど、夜間痛、じっとしてても痛いっていうね。それが過ぎたぐらいから、そのじっとしてては痛くなくなってくるんですけど、固まってますから、上げると痛いっていうね。そういう時期が来ます。炎症期と、 公縮期が、その、ずれてやってくるので、治るまで時間がかかるんですね。長い人だと2、3年かかります。まあ、いろんな説あるんですけど、こういう経過をたどります。その、原因にいろんな説があるんですが、こういう経過をたどります。で、 例えば最初は動かせたのにだんだん上がらなくなると。で、この経過を知らない方は症状が増えたと思うんですよね。で、最初になかった症状が出てくるわけですから悪化したと思うんですよね。ただ、 こういう経過をたどるっていうのを知っていたり説明すればだんだんその治る、まあ、解放していく治癒に向かってるという方向へ行ってるなっていうのがわかります症状は最初になかった症状は増えてるんですけど順調に経過をたどってるなっていうことを 順調な経過を辿っていることが分かりますですので、まあ、2, 2年も3年もかかりますから患者さんは一体治ってるのか良くなってるのかっていうところがねだんだん心配になってくると思うんですが自発痛や夜間痛がなくなって拘縮、まあ、になって。 動かさなきゃ痛くないっていうところまでこう来てますよと。順調に治癒に向けて進んでますよということを教えてあげると、まあ安心しますよね。私はたくさんの事例と言いますか見てますから、今夜景が綺麗な、夜景じゃない、夕日が綺麗なんで夕日見ながら。 たくさんのね、方見てますから、分かるんですよ。ああ、よくなってるなって。ただね、ちょっともよくならないから、患者さんは心配になるんですが、私の仕事としては、今どこのステージ、どの辺まで来てるか、その治癒まであとどれぐらいかかるか、っていうのを、適切にアドバイスしてあげられるっていうことで、 お金をいただいてると思ってます。他の病気もそうですね。今どの辺のステージなのか。まあ、あとはその、痛みの程度とかあると思うんですが、どんだけ悪いのかもしくはどんだけいいのかまあ、今後どうなるか予後経過を説明して、 お金をいいいただててると思ってますそのための勉強だったり経験いろんな事例を見る、まあ、そのための勉強だと思ってます、まあ、私が普段やってお金をいただいている仕事っていうのはこういうことだと思ってます以上です